Welcome to Superstar Channel. はい、スーパースターチャンネルへようこそ。今日はですね、今年のフォーミュラードリフトジャパンに向けて、あずきちゃんの方がなんとお色直しということで、ステッカーの方を全部剥いでしまいました。これステッカー剥いじゃうともう去年の元の状態に戻ったんだけども、全然こうなんていうんですかね、迫力が違う、もう普通のドリシャのようになってしまったんですが、で先ほどホイールの方をね履き替えまして、これからザラッザラのラメを剥いで新しく色を塗り直すというところで、板金屋さんの方へ持っていくところになります。で色の方はね、まあできてからのお楽しみになるんですけれども、今年もちょっとまたステッカーの方はまだしっかり決まってないんですけれども、メンバーの方と応援していただける企業の方、皆さんのステッカーの方をですね、まあまた貼りまして、今年1年無事に戦えたらなと思っておりますので、まずはね板金屋さんの方にこちらを連れていきたいと思います。マジおっかない。マイク後ろだね、嫌だ。あ、できればその周辺だけ触れたくないですもん。まあ返すまでに、あの多分なんか道が壊れてる。いや本当にそういうね、いらない、そういうフラグちゃんと回収できる自信がある。いやいや、まあ道壊してくれてもいいけどね。嫌ですよ、本当に嫌だ。150万だから全然大したことないよ。車買える。こうはまあちょっと今貼ってあるけど当たっちゃう。うん、じゃあ、あの、これ開いてると中に煙がすごいんだよ。うん、なのにただ乗ってあるだけで。それどうします？え、いや別にここまで塗ってくればいい。あ、ここはもう全部剥がして塗っちゃっていいですか？うん、あとはまたガムテープ貼るからいいよ、同じような。いったね、すげえ肌やばいっしょ。すごいっす、天下一品。これ分かるんですかね、動画で。いやー、ほこりだからなんだか分かんないよ、こんなの。すごいっすよ、地面っすよ、ここ。地面？でも、前他のお客さんで買おうとした車のローレルが似たようなことしちゃって、でもそれはマジで指刺さったっすよ。多分大根下ろせるっすよ。あ、そんなに？本当にやばい。だってあの肌あるじゃないですか。うん、あれと変わんないっすから。あ、ザラッザラ。本当に。こんな肌あるかってぐらいザラッザラ。だリアの FRP のドアは買ったんだよ。そうで、ここまで FRP なんですね。あ、へぇー、いいっすね、ここはなくて。ただなんか、レギュレーションでダメ。おっ、ダメってことはない、だって一個だったら、そうだと、そこの三角窓が FRP じゃダメってことだよね。多分いいと思うんだけど。ここがダメって言われたんですか？だから透明じゃなきゃ。あ、じゃあ最低アクリルにしろってことですか？その辺がまあ、レギュレーション読んでないから、なんかそうやって言われただけで。じゃあ今年はジャトロフィー持ってくるってことですね、社長。持ってこない。もうだって D1 ドライバーばか出てくるんだもん。まあまあそうですね、もうなかなか飛んでる人がいっぱい来ますからね、最近。この二人が組むといい、悪いことしか言わないな。まあ外してね、FRP にちゃんと型取ってこうピッて綺麗にやってくれたら、それは素晴らしい。もうそしたら俺売れるっすよ、これ。あ、いいよ、この鉄板売れちゃっていいよ。製品化できちゃうっすよ、これ。
そんなの作っちゃったんですよ。そんな人いないわ、ほぼ買う人いないわ。諏訪さんぐらいしかいないですよ。次何月？5月の20日開幕。で、まあ、4月の頭ぐらいからステッカー貼ったりとか準備してって感じだもんね。うわーもったいねー、メッキが、ね、ここ超もったいないですね。ここ綺麗に入る磨いてくれてもいいよ。いやメッキは無理ですよ。私の技術じゃメッキはどうしようもなりません。ペン側どうします？外さずそのまま塗っちゃっていいですか？レジで止まってるだけだから、もしまあ外せるなら外してくれたほうがいい。よかよか。ミッションを手前に引けば1、ニュートラル、バックニュートラル1、2、差し5、そうそうそう、まあ3、4、5なんか使うでしょ。まあそうっすね。で戻すときニュートラルとリバースはこのゲトラグと一緒で上げてこうやってやれば、それだけ。ニュートラルに入れるときも、あ、そうそう、ね、で、こう入れるときクラッチ切らないから。そりゃエンジンが入ってやるなんで、ドグだから、そういうミッション。だからそこ、ああ、上げるときね。いや、上げないでしょ、こんなときに。もう俺はゆっくり出るっすよ、堂々と。ああ、じゃあ、いや、危ない、血上がる、血上がる、めっちゃ血上がる。よし、この距離で遊ばないですから、大丈夫ですよ。ただ変えたいだけみたいな人じゃないですか。危ない人、危ない人。まあまあ、ほどほどに遊ぶ。いや、遊ばないっすよ。マジ、ギアは丁寧に入れるとかダメだよ、ドグミッションを。なんで？もし変えるなら。ミッションの構造が違うから。ゆっくりガチャンじゃないから、ガチャンだから。一気に入れるんですか？一気に入れないと入んないよ、ギアじゃないの、こういうギアじゃないの、うん、なんかブロック通しがこうやってガンと噛み合わさるから、うん、ゆっくりやっても角削れちゃうの。へえ。だからクラッチも切らないけど、でもいいんじゃないですか、別に沢さん動かしてくるよ、僕忙しい、別に車の運転ぐらい大丈夫っすよ。セブ行くじゃないですか、別に。一番の目標はこっからブースに入れるまで、うん、僕それが一番の目標なんで。一番の恐怖の内容はそれだと。あと何か注意事項ないですか？特に注意することなんてのはない。ない、ほぼノーマル。まあ何かあったら随時電話します。うん、まだ来週取り来るよ、ちょっと進んだ頃に。ああ、この辺も綺麗になるんだろうな。来週引き上げですか？来週引き上げだね。水曜日、怖いこと、木曜日、本当に1週間でやらせようですよ。取り来るってのはそういうことですか？そうそうそう、引き取りに来ないよ。感じが違う、感じ違う。あ、そっちの取りに来るじゃない。そう、せめて撮影の方にします。やばいよね、こんなんでよく出てるよね。よく塗った、北林くんも。え、塗ったの林ですか？そうじゃないの、自分で塗ったようなこと言ってたよ。あ、これあの車、あ、ちょっと待って、え、これあの車、昔なんかやってたの、金かなんか、なんだったっけ、なんか乗ってたじゃん、シルバーだな。はい、それをなんか林が乗ってた車。そうそうそう。あ、これ塗ったら俊平さんそうじゃん。あ、あの塗った本人、分かりました。じゃあ請求書もそっち出しといて。なんで出して修正費どういうことですか？あ、いいっすわ、何も言わずに呼ぶっすわ、手伝いをいいです。ああ、手伝ってくる。知ってるっしょ。この花知ってますよね。これなんすか。しゃれ。まあじゃあ来週までによろしくお願いします。なんか分からない。頑張ります。はーい。